その T シャツアップデートしませんか？どうも、大阪のセレクトショップロココの小谷です。いやー、いよいよ T シャツの季節になってきましたね。シンプルなスタイリングになりがちな夏こそ T シャツ選びは大切。今回紹介するのは、今僕が着ているグッドオンのロココ別注セットインスリーブの半袖 T シャツです。一般的な T シャツとの比較を交えながら紹介します。商品の詳しい情報は概要欄とストアで購入からチェックしてくださいね。ポイントは3つ。ガシガシ着られる吸音数、育てられる T シャツ、ロココだけのセットインスリーブ。それでは行ってみましょう。はい、まずはポイント1つ目、ガシガシ着られる吸音数。通常のグッドオンは 5.5 オンスですが、こちらは9オンス。乾いた質感が特徴のアメリカ綿を使っているので、まあ、触るとよりガシッと感がありますね。僕もこれ大好きです。じゃあちょっと他の T シャツと比較してみましょうか。うちでの取り扱いはないんですけど、これはヘインズの B50 6.1オンス。まあ、一応言っておきますけど、ヘインズが良くないとかそういう話ではないですからね。僕もヘインズ大好きで持ってます。はい、うまくガシッと感がちょっと伝えられるかわからないですけど、ちょっと T シャツを立ててみましょうか。まずはヘインズの B50 6.1オンス、こんな感じで、まあ、少し柔らかめなのかなという感じです。グッドオンだとこんな感じ。さすがに立ちはしなかったですけど、グッドオンの方がより形は残りやすくなってましたね。ヘビーオンスのメリットっていろいろあるんですけど、生地自体の耐久性やこの縫い目、ここら辺の耐久性もバッチリで、着続けてもへたりにくいです。で、生地がしっかりしていると T シャツを着た時の、この辺のシルエットであったりとか、このボディを拾わないっていうところも1枚で着ても決まりやすいです。さらに T シャツ1枚で着た時に気になる、いわゆるここら辺のチクスケってやつもありません。はい、続いてポイント2つ目、育てられる T シャツっていうところなんですけど、グッドオンの顔と言われるこの染め、顔料染め、いわゆるピグメントダイというものです。繊維の奥まで浸透させずに、あえて表面だけを着色していくので、着て洗ってを繰り返すごとに色落ちしてヴィンテージのような風合いになります。ジータンを育てるみたいな感覚に近いかなと思います。では経年変化を3パターン見ていきましょう。こっちはセットインで、こっちはラグランなんですけど、同じ9オンスのピグメントネイビーっていうカラーなので、参考にできるかなと思います。こっちが新品で、こっちが約2年、乾燥機にかけずに洗濯機で普通に洗ったものです。繊維の中の白っぽい部分が出てきていたりとか、この縫い目の当たりがデニムみたいでめちゃくちゃいい味出してますよね。で、次は、うちだけの別注カラーになっているこの PR カーキなんですけど、こっちが新品で、こっちが約4年着たものです。ちょっとさっきのピグメントネイビーよりは白っぽさが多い感じですかね。当たりのところもだいぶ白くなってますね。で、最後は約6年着たピグメントブラックです。こっちが新品で、こっちが6年着たもの。これほんまにブラックやったんっていうくらい、めちゃくちゃ黒が抜けてて、そのほんまにヴィンテージみたいですよね。黒と白が結構同じぐらいの色合いなので、結構この繊維が見えている感じが、もうこれは育てた証っていう感じですね。で、6年ガシガシ着て もう全然耐久性っていうかよれはないんですよね。生地は若干柔らかくなってるかなと思うんですけど、腰自体は全然まだまだある感じですね。
ヘビーオンスは好きだけどちょっとピグメントは苦手かなという方はホワイトがおすすめ。逆に色落ちしにくい反応染め、リアクティブダイをしているのでこの白さを保ってくれます。最後のポイント3つ目、ロココだけのセットインスリーブ。この、9オンスの生地でセットインスリーブっていうのは、うちだけの別注デザインになってます。もともとは、こんな感じでラグランスリーブだったんですけど、少し、カジュアル寄りっていうところがあったので、綺麗めなスタイリングにも対応できるようにこのセットインを作りました。ラグランで好きになってからセットインも買ってくださるファンの方がすごく多いんですよね。はい、ということで今回はグッドオンのヘビーセットインスリーブ T シャツを紹介してきました。グッドオンといえばロココって言えるくらいたくさんの種類を揃えているので、概要欄やストアで購入からぜひチェックしてくださいね。さらにうちのスタッフが自分の好きなグッドオンを着たマイグッドオンという特集を公開しているので、そちらも概要欄からご覧ください。この動画がいいなと思ってもらいましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。